神戸モスク、神戸モスク、神戸モスクは、兵庫県神戸市中央区の山本通の南、パールストリートにあるイスラーム教寺院、歴史的建造物。神戸海峡寺院、神戸ムスリムモスク、神戸ムスリムモスクが正式名称。ムスリムとは、イスラム教徒の家。1935年、昭和10年、神戸在住のトルコ人、タタール人、 インド人貿易省らの寄付、出資により建てられた日本で最初のモスクである。イスラム教徒かどうかを問わず、モスク内部を見学可能である。男性は1階の礼拝堂、女性は2階の礼拝堂。多数の見学の場合は事前に、要連絡。見学の際、肌の露出、半ズボン、ミニスカート等は、慎むこと。隣接したイスラーム文化センターでは、 イスラム教徒を問わず、勉強会を行い、広くイスラムの基礎知識を提供している。詳細は、外部リンクへ。日本でのモスク混流計画は、神戸が最初でなく、1909年、明治42年に、東京で持ち上がったが、用地確保の段階で頓挫。1924年、大正13年にも計画された。年年昭和6年に。 海峡図小学校が建てられたが、モスク本体は建てられなかった。名古屋市においても1931年、昭和6年に小さな木造モスクが建立された記録があるが、正確ではなく、1936年11月、昭和11年に完成し、翌年1月に落成式が行われた。その後、第二次世界大戦中の空襲で焼けてしまった。神戸において、 モスク混流の必要性が認識されたのは、第一次世界大戦中、戦後に神戸に移住するイスラーム教徒が増えたことによる。計画の具体化は、1928年、昭和3年来日したインド人貿易省が資金集めに着手して以降である。1925年、大正14年に来日したエジプト領事も計画に一時的に推進力を与えたが、 途中帰国により、エジプト政府からの資金導入はできなかった。強行による経済不況とエジプト人領事の帰国で困難に直面した神戸モスク混流事業はインド人商人たちのおかげで息を吹き返した。フェローズ・ティンは、資金総額12万円弱の半分以上を一人で、負担し、ボンベイ、ムンバイに本社があるアフメド・アブドゥルカリム兄弟社が、 自転の大口出資者となった。また、神戸トルコタタール教会も寄付した。当時、決して裕福ではなかったタタール人が生活費を削って寄付金を集めた。海外で資金集めをしたエスエアハメドは、インド、英国の海峡植民地にも赴いたが来日した後に病死し、モスクの完成を見ることはなかった。神戸では、大口出資者のインド人の例外として、 在朝センタタール人、在身エジプト領事、シリア商人、エジプト領事官員がいた。1934年、昭和9年11月14日に、モスク建設認可が下り、竹中公務店と契約。鉄筋コンクリート作りのモスク本体は、地上3階、地下1階で、設計は、チェコ出身の建築家、ヤン・ヨセフ・スワガー・ニオ、スワガー建築事務所。 竹中工務店に保管されている初期図面11枚には大ドームがないなど実際のドームと違いがあり諏訪川の考えにより変更追加されたと考えられる当時イスラーム教は新宗教と同じく行政上宗教の扱いを受けない類似宗教とみなされて法人格は認められなかったが特に問題にはならなかった1934年 昭和9年11月30日に低組織が行われた。トルコタタール人、インド人340名が参集した記録があるが、他の都市の参加者も含めた数字と思われる。在日アフガニスタン国公使、在審エジプト領事、在審イ,イギリス副領事、日本人トルコ学者等が出席。インド人、タタール人の演説は非政治的なものだったと記録がある。 日本初のモスク帝組織が行われた事実は海外でも知られることとなった。1935年昭和10年7月末に神戸モスクは竣工し、7月24日にモスク使用許可が与えられ、8月2日金曜日に剣道式が行われた。インド、ロシア、ドイツ、満州、中国、トルキスタン、ジャワ、日本、エジプト、 アフガニスタン出身のイスラーム教徒男女が参集し、モスク委員長のインド人がモスク混流の経緯を語った後、フェローズッティンがモスクの回避を依頼され、彼はこの日のために特別に用意された銀の鍵で扉を開け、ヒーズルクに初のイスラーム寺員の会員を宣言した。これに続いて、回収がアラーフアクバル、神は偉大なりと唱えながら、モスクへ入り、フェローズティンによって、 ミナレットの上からアザーンが行われた後、モスクで初めての金曜礼拝が行われた。剣道式の後、モスクの近くにあった東亜ホテル1950年に消失にて祝賀会が行われ、500人から600人ほどの出席者がいた。品格には、神戸市長、在神英国副領事、エジプト領事、各国領事、外国人商工会議所代表、朝鮮、 満州、中国からの参加者もあった。数は少ないが、日本人イスラーム教徒や、満州医新聞協会総裁等も出席。来賓の神戸市長、勝田銀次郎は、イスラム教徒と日本との信仰の増進を、序持ちする祝辞を寄せた。祝賀会では、タタール人の少年による、クルアーンの老将、モスクイ委員長が挨拶、続いて、全イ,インドムスリム連盟の元議長ミアン。 アブドゥル・アズイス、イマムラが演説した。AA ・アズイスが行った演説は、彼の著書、ヒーズル、国の三日月にも記されているが、ようやくすると、日本における神戸モスクの建流は、日本の宗教的寛容性を象徴するもので、あるということ。日本にイスラームが広まることを祈願し、神戸すなわち、神の門戸という地名に対する象徴的な解釈、 三日月の地すなわち、ガツイズル国に、預言者ムハンマドが最初に建てたモスクがメイナのコバ・クバーモスクであって、ヒイズル国最初のモスクが、神戸・神戸モスクであるという仏切る意地に、ある種の神秘を感じると述べた。完成したモスクの運営は、組織の主体はスナ派、法学派として、ハナフィー学派であることが明記されており、理事や幹事は、すぐにハナフィームスリムにより選任されることになった。 理由はインド、タタール人の多くは、ハナフィー学派であったからで、しかし、それ以外の学派の信徒も当然所属することはできた。モスク委員会や理事会は初期に名誉会長的なエジプト人外交官を除いて、インド人とタタール人のみで構成され、一時期モスク委員長を務めたエジプト領事も寄付を行ったが、大きな役割を果たした、イエズ、トルコ大使館やペルシャ、 イラン公使館など、イスラーム国家の交換は、モスク混流事業そのものに関与していない。日本政府も妨害も、積極的な援助もしていず、中央や、港の影は、ほとんど見られない。また、神戸神戸モスクは、A アズイスが、メディナのコバクバーモスクと、音的類似があると指摘したが、メッカのカベカーバ神殿とも、音的類似があり、 これもある種の真意を感じることが可能である。戦時中1943年、昭和18年に日本海軍に接収されたことがある。モスクは頑強な地下室と建築構造を持っており、1945年、昭和20年の神戸大空襲で消失を免れた。1995年、平成7年の阪神、淡路大震災でも倒壊せず避難民を収容し、 現在に至っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。